世界不思議発見、食べていないという人に迫ってみたいと思います。食べ過ぎ、メタボ、肥満、これらは成人病を引き起こすと言われています。そのためには体調を整える目安として体重管理も使われます。そして太りすぎると骨や関節などの負担が生じ、腰痛や膝の痛みなどの原因になるとも言われています。またそれだけではなく、痛風を招いたり脂肪肝などの肝機能の障害などを生じることもあります。時にはがんのリスクを高めるとさえ言われることもあります。太るということは怖いですね。そのためには皆さん、さまざまな方法で体調管理をされています。こちらの二人は運動ですね。時に汗をかいて食べたカロリーを消費しています。昔から行われている方法です。こちらは食事管理。時にはファスティングやカロリー計算して体に残らないようにしています。糖質制限は太らないようにするには効果的ですね。体調管理は食べることを控えて食べた分だけ動く。そうすれば健康になります。体型も食べた分だけ動くのですから太りません。ではここでクエスチョン。もちろんもりもり食べてる人が太るのはわかるのですが、では食べていないのに太るのはなぜでしょう。答えは3択です。 A、 実は食べているから。B、 代謝が悪いから。C、 何かに呪われているから。はい、答えは B です。 B の代謝が悪いからが正解です。代謝が悪いからといってもいろいろな原因があります。その一つが糖質。食事のバランスが糖質が多くなると代謝が悪くなる原因の一つとなります。他には水分の摂りすぎ。食事前や食事中などガブガブ飲むと胃酸も薄くなって消化不良の原因となります。もちろん代謝も悪くなってむくんで太ります。最後に薬。アレルギーの薬、痛み止め、ホルモンを調整する薬、代謝が落ちることがあります。すると本当に食べていない、飲んでいないのに代謝が悪くなることがあります。食ってたら太るという方は置いといて、食べていないのに太るという方、全ての事柄に原因はあります。もう一度体のことを今中と一緒に考えましょう。大丈夫、あなたは一人じゃない。